はい、久保さん、こんばんは。気になる男、124話ですね。124話。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、123話では久保さんの方が、この脳をね、儲かる脳の作り方、つってね、いろいろお話ししていただいたんですけど、それにこう合わせた形で、自分も YouTuber が稼ぎ続ける脳の鍛え方っていうね、えー、ところ、 まあ自分が自分に合わせた形でねちょっとお話しさせていただこうかなとは思うんですけれどもまあここですよね前回の動画で久保さんがお話しされたの大きく2つだと思うんですね、えー、まあいろいろまだ4つも5つもあったんですけどその中でまあ自分が気になったというか気になる男知れですからね 気に,気になったところをもう一度ね、えー、再度、再度ね、えー、深く理解したいなと思って今回作ったんですけど、動画を作る意味、そして YouTube をやる意味、まあ、この2つですよね、まあ、やらない意味っていうところも含め、含みの話なんですけども、ま,あ、まずこの動画を作る意味意のところなんですけども、まあ、久保さんは言っておりました。そして自分もね、よく考えるところもあるし、みんな、 考えることともあるのかなと思うんですけど、まあ、こんな動画作って意味あるのかなっていうね、こんな動画作って意味あるのかなみたいな。意味ねえよみたいなね。まあ、どうしてもそう考えてしまいがちなところだとは思うんですけど、まあ、ここ言っていただきましたよね、えー。やらないことに意味はあるのかと。やらないことに意味はあるんですかっていうね、えー、お問いかけですよね、問いかけ。 もうこれ相当なんか深いような気がしていてやらないことに意味あるんですがこれはうちの妻も、ね、同じことを言うんですよね。それやったって意味ないでしょうっていうねまず,まずこの一言から全て入るんですけどやったって意味ないでしょうっていうねこうなんかバカにするような、ね、言い方で全てを始まるんですけど、まあ、リ,アリ,リアル主義ですから、ね、現実主義ですから。<laughs> 結局結果をね結果を出せば何もないんですけどね始めはいいつもここういうところから始まりまりすよねでもこれってどっちの意味を求めていくのかっていうお話ですけどそのやることに意味がないと意味をこれ求めている考え方から始まっていると意味ですよねこの意味があるとか意味がないとか、まあ、こういうことを考えていったらじゃあ逆にこう何もやらないことに対してどう捉えるのかと。 当然意味は生まれないですよねっていうお話だったと思うんですけど、まあ、これって結局その始めってどうやっても意味は生まれにくいと思うんですねそれやったって意味ないじゃんってそれやってもなそれ何のためやってんのっていうねいつも意味だけを求めて効率的なことを求めていつもそういうことを、まあ、自分もね家庭内でいつも言われるんですけどでも結局これっていろいろやっていく上で意味を見いだしていくしかないんじゃないかと思ってて まあ、自分はたいそういう考え方、これも同じ考え方なんですけど、わかんないんですね、正直やってみないと。で、前回ね、この熟成さん体験プログラムに参加していただいた、ね、方、まあ、こんなね、動画投稿10、10日でね、動画ちょ本数10本でね、まあ、登録者250人突破って、こんな、こんなね、ことなかなかないと思うんですけどね、まあ本当に、 いやーすごいなあと普通に自分もすごいなーと思うんですけどねこんなこと、まあ、あっていいのかっていうねまあでも現実にあっちゃってね昨日また今日ね今朝見たらもう266人行ってたんで200昨日は200前回の「気になる男」シリーズは250人直前って言ってたんですけどねもう今日266人行ってたんでいや伸びてるなー伸びてんなーと止まらないなーと思ってまあでもこれって本当に普通の人が発信しても再生回数が回る っていうところなんですよね自分もこれは結局他のチャンネルを見てこれがね10万回回ってたやつがあってあこれ顔出しなしでもスライド動画でもねこういう動画でも回るんだっていうことの価値に気づいてあじゃあやったら実際ね、まあ、同じようにやったら回ったんで結局一緒なんですよねだから誰もがああチャンスがあるっていうことにしっかり意味を見出せればやって意味ないじゃんってなかなかないんじゃないかなと思ってて まあ、分かんないですかね、その。でも誰かがうまくいってんなら、それやったら自分も再現できるんじゃないかって思ってもいいんじゃないかなと思っていて、そしてその先ですよね、じゃあ動画を作る意味あるとかないとか、まあ、やってみなきゃ分かんないって話をさせていただいるんですけど、そしたらこの YouTube をやる意味の話ですよね、まあ、YouTube をやる意味ということで、まあ、YouTube をやる意味とはというところでね、まあ、これもう一つしかないわけですよね。 もう YouTube で、えー、稼ぐため、もうその一手にける、まあ趣味でやってるんですかっていうね、趣味でその動画を作ってるんですかっていうんであればね、まあ、それはそれでまた素晴らしいその心がけというか <laughs>、心意気というか、まあそれはそれで動画クリエイターとしてね、なんか生きていけばまあいいとは思うんですけど、まあ、お金を稼ぐためにやっているわけじゃないですか、言うたら。そしたらやっぱり YouTube ってアップすれば、 もう必ず売り上げに近づくということを久保さん言っていただきましたよね。まあ、そしてもっとね、さらに細かく言うと、1アクセスがあれば売り上げが上がる可能性が高まりますよと、1アクセス、ここですよね、本当、ここのね、ここの意味っていうのを本当に意識し,していけば、いやこれも自分も気づかなかったんですよ、本当にずっとね。えー、なんか再生ね、たった1アクセス、たった1アクセス。 た、ね、だから考え方がたったたった1アクセスしかないじゃないかっていうねたったたでもたったじゃないんですよねたった1アクセスではなくてこの1アクセスが全ての始まりであって逆に言うと1アクセスあれば売り上げがある可能性が高まるっていうところこれに気づいたらやっぱりやらなや,やるようになるんですよねこれこれた って考える方からずっとね、えー、苦しい苦しいというかねやっぱねその思っちゃうんですけども周りがねやっぱりそのんだろう100万ヒットとかそんなの見てるじゃないですかこう,こういう世界をやっぱそういうの見ちゃうとどうしてもなんかこうねたったになっちゃうんですけどこと自分で発信する場合はこの1アクセスを取ることにね本当に大変だっていうのはずっとゼロが続きますからね初めは「0000000 000」000ってこう 0回再生がずっと永遠に続くんで、0000って。そうなった時に、この1アクセスを来た時っていうの幸せをすごい感じれるんで、いや、これはね、やっぱ自分も初めて感じましたよね。1アクセスの感動っていうか。でそこでね、えー、久保さんの例ですね。ただパンを食べるってね。ただパンを食べる。ね、ただパンを食べる。これに何の意味があるんですかっていうね、いいことも言っていただきました。ただパンを食べるってね。 <laughs> 2, 2本分かれて、もうこれ3本4本あったんですけど、さらにね、えー、他の方はね、買ったパンですね。買ったパンに対して動画を上げるっていう。別に食べてるわけじゃなくて、買ったパンに対して、ちょっとね、サムネを入れて、喋るっていうね。一緒ですよね。えー、パンを、買った、買ったパンに対して動画を作る。うもうこれは食べてますけど <laughs>。食べてますけどね。ニコニコで食べてますけど。はい、ということで。 えとどんな動画であれ、まあ、再生数が1あるならばですね、この再生数1ですよね、再生数1もここをね、やっぱり、やっぱ,やっぱね、その小さいことをどん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 気にしちゃうんですよね。初めはなんかでっかいことばっかりね、すごいことやってやるぞって思うけど、この初めの再生回数1が始まりなんじゃないかなとで。そこにね、興味を持った方がいればね、可能性は開かれたというね、開かれたというね、これもう、 過去というかね、スタートしたんだって意味ですね。スタート。スタートしたんだよーってね、開かれた。今開かれたんだっていう、こう、びっくりマークをつけたいところなんですけど、開かれたんだよーってね、開かれたっていうね、可能性は開かれたっていう、この決めゼルフですよね。1アクセスを再生数が1あったならば、あもう、 可能性は開かれたんだっていうことを言いたいんですけどで、その具体例を久保さんがちょっとお話していただいたんでね、もう一度ちょっとこちらで紹介、まあ続きというかね、うんなんか初回初回って言いますかね、<laughs> もう一回ちょっとね、まとめたんですけど、まず、興味ですよね。この方っていうのはどの方かっていうと、これですね。よいしょ、ちょっと戻りますよ。これでもいいんですよね。買ったパンに対して、 いろいろお話ししている。だったり、買ったパンに対して食べてると、もぐもぐね、もぐもぐ食べてますよ、というところのシーンですよね。そのシーンに対して、人はどう思うのかと。いやね、この方はどんな方なんだろうって思います。これ一番ですね、一番。興味ですね、まず興味。興味を持って、まあ、興味が出ましたと。興味が出ましたよ、と。そしたら次ね、なんかちょっと、 おかしいなと、この人。おかしいなじゃないですけど。うん。うんな、なんだと。<laughs> なんだ何が起きてんだろうって言ってね。やっぱ疑問を持つ人がやっぱりいるわけですよね。うん。うんと。理解不、理解不能だなと。<laughs> と <laughs> こんな感じですね。おかしいなおかしいな何が起きてんだろう。自分の想像とちょっと違うなと。ね。うん。おかしいなと。そうね、このマウスをね。 まあ、まず今サムネか。さあ、えっと、スマホか。スマホをこう持って、うん、おかしいなー、つってね。おかしいぞ、おかしいぞ、つってね。タップするわけじゃないタップ。これ、ちょっとスマ,ホのスマホに見えないですね。<laughs> すいません。<laughs> そしたらね、即列、即列が来たと、まさかの即列とね。いきなり来ちゃったよ、みたいなね。ブブーつって、なんか、これしこんとスマホがこう、置いてるわけじゃないですか。で、なんかちょっとね、面白いんで、こう。 連絡してみたら、こう、ブー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 ブ,ーブーって揺れるわけじゃないですか、ブーブーブ,ーブ,ーブ,ーブーって、ブブって、これもね、うまくかけてないっていうね、<laughs> これはスマホがブインってした例です。はい。<laughs> まあね、いきなり返信が来たよ、っつってね、そしたらね、中で、この人が久保さんがいきなりしゃべり出してると、こんにちは、っつってね、こんにちこんにちは、っていきなりしゃべり出したみたいなね、ビビりますよね、やっぱりこんなことされたら <laughs>。 そしたらね、もう塾に入りますと自分の可能性もしかしたらね引き出してくれるかもとやっぱね共鳴するものがあるから連絡してきたと思うんですよね興味関心があったそしたらねこれはもしかしたら何かあるかもしれないなーってこう思うわけじゃないですかうんそしてね最後にパンの食べる意味を聞いていくとこれ何のためしてるんですかっていうところそれではね 最後ね、いや、あなたと会うためなんですよ。まあ、結局、きっかけなんですね。きっかけはセンサー万別で、ね、万物で何がきっかけになるか分かりませんよと。でもね、あなたと出会ったじゃないですかっていうね、まあ、お年で最後はね、そういうオチになったんですけどね、これあなたのためなんですよ、みたいなね、いうことになったんですけど、本当にそれって結局、1アクセスなんですよね。元を立たせば1人、1人1アクセス。この人がね、なんか不思議、を。 おかしいなっと思ったわけじゃないですか。な、なんだろうっつってね。はーっつってなったわけじゃないですか。<laughs> な,なんだーっつってね。意味が、意味がわかりませんみたいなね。でもそうやって、その人が、一人の人がね、アクセスして、クリック、クリックしたわけじゃないですか。まあタップかな今の表現で言うと。タップしたわけじゃないですか。なんで、そしたらもう、こ YouTube アップしたわね。そしたらもうこれで。 ななんか起きたわけじゃくてアクションがねアクションが起きたわけじゃないですかアクションアクションアクションちょっとうまく書けなかった <laughs> はいそんな感じでだからこの1アクセスを取るためにねいろんな曲を立ち上げてみたらどうですかってお話もしていただいたんじゃないかなと思ってでここからねちょっと自分の事例になってくるんですけど まあね、この久保さんプロデュースということで、ね、久保さんプロデュースということで、まあ、いきなり始まったね、今これをちょうど動画を視聴している方はね、ご存知の通り、気になる男シリーズですね、気になる男シーズン。もうね、124話まで今いってるんですよね、なかなかあ本当にいい感じで続いてるなと、も久保さんのもうもうイメージはね、もうこれは1000話いくと言い切ってますのでね、1000話、それをね、実現 <laughs> させなきゃいけないということで、yeah. 線はもう線は見えてるとう自分はね全然こんなことが見えてなくてまずはね一羽一羽をしっかり取っていくっていうことだけしか考えてないのでもう線とか一体どこ遠い遠いとかちょっと考えられないなみたいなところなんですけどまあ、ともかくね、えー、見えてる人は見えてるとで見えてない人はね見えてないなりに頑張っていけばいいのかなというところなんでねまずはこう線っていうね線じゃなくて自分はね 次の1話なんですけど、ね、次の126話のことしか考えてないんですけど、次はっていうか、今ですね、今こうやって取って、頑張って取ってることしか逆に考えてないっていうか、今日早く出さなきゃみたいなね、今もうすでに3時過ぎてるんで、やばいっつって、早く、早く出さなきゃみたいなね、いうことしか考えてないんですけど、はい、この気になる男ですね、1 2 4話まで進んでいて、でね、えー、やっぱりこれがきっかけで自分は、この YouTube のねおな、お悩み解決っていうコーナーを、 作ったんんでですすよ自分ののチャンネルの方なんですけどねでこれがね、今、チャンネル名になっ,てなったんですよ。まあ、どういうことかっていうと、こうやってね、まあ、ちょっと自分のチャンネルもずっとさまよって、一体どういう名前にすればいいのかっていうね、ずっとこう悩んでたところではあったんですけど、まあ、今ね、YouTube お悩み解決チャンネルっていうところに少し落ち着いて、まあ、これも昨日 <laughs>、昨日が一昨日ぐらいにちょっとまた書いて、あこれしっくりくるなと思ってまた書いてるんですけど。 そういうことね、今ね、ちょうど、ちょうど今日まさにね、400人になってたんで、きほんと、1時間前は399人で、ちょうどね、400人に達成したんで、まあ、確実に、まあ、成長してると、なんか、すごいですよね。なんか、自分の中でこれ、すごいなと思ったんですけど、あ、なんか、増えて、増えてるなと思って、<laughs> 増えてるなと思って、ね、全然増えないんかなと思ったんですけどね、まあ、着実に成長してると。 で、さらにね、また新しい企画、この90秒で100万稼ぐシリーズっていうところをまた始めさせていただいてて、これはね、一度挫折したんですよ。自分がちょっと違う形でね。でもこれをね、また久保さんに相談して、なんかどうしたらいいですかねみたいな相談したときに、いやいや、考え方なんだと。全てはね、考え方なんだと。で、考え方をね、やっぱ90度、180度っていうんですかね、なんかこう変えたことによって、あ復活したんですよね。これは自分の中ですごい嬉しいことなんですけど、もちろんね、この、 あれは違いますよ、うん、とシリーズの名前は違いますけどただしやってる内容は一緒なんですよ、うん、だから自分の中でこう「不挫折したけど復活した」っていうねすごく感慨深いコーナーであって本当にこれは自分の中で嬉しいことだったんですよねそして今言ってるねこの「新しいつながり」ということで新しいつながりということでね新たな化学反応ということで先日ですねもうずっとチャンネル名が悩まれてた ですよねずっとチャンネル名どうしたらいいかっつってね10ヶ月間くらいですかね本当に全然変えれてないっていうのが先日このねワンコインサラリーマンっていうね、えー、名前に書いたっていうお話を聞いておやっと動き出しましたねみたいな話をしたんですけどやっぱね動き出してるんですよね何かがうーんやっぱこうやってねこう強固な壁っていう感じにしてたんですけどなかなかこう 動けなかった。動いてはいたんだけど動けてなかった。動、んだけどね、動画を撮ってたんだけど動けてなかったって部分がね、やっとね、こう動けたみたいな話をしてて、よかったですね、みたいな話もしてるんですけど、さらにですね、まあ、脱 YouTube 初心者の方あ、そうですね、脱 YouTube 初心者、本当と2週間前はね、YouTube もやったことないっていう方がね、もう止まらない成長ですよね、もう使命をと、YouTube はね、使命と感じてね、もう50歳からの 50歳からの挑戦っていうね感じにも変えてすごいですよね50歳からの挑戦っていうことでね本当にすごいもう止まらないですねはいいや本当にっていうところをやっぱ感じれるのはすごいなとさらにねちょっとこれは余談なんですけどまあ当たってびっくりってね当たってびっくり当たってびっくりっていうね, <laughs> いうねこれはもうなんか自分もねちょっと思いつきでこうわってやってみたらね 1ヶ月ぐらいかけてですよ。1ヶ月とか 2,、まあ、2ヶ月前なんですけど、2ヶ月かけてじわ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 わ伸びてね、1万回まで行ったんですけど、ああ、なんかこういうのもなんかやってみると面白いなと思って、ね、ちょっと動画をね、編集してちょっと作ってみたんですけどね、なんかコラ,コラボじゃない、これ何て言うんですかね、うん、なんかあったあ、ありのままをちょっとね、使わせてもらって、こういろいろちょっと編集したらね、ああ、 回ったなと思ってね。まあちょっとこれ乗っかり系なんであれなんですけど、うん、ただね、やっぱり、あ、1万回回るんだと思ってね、うん、やっぱこういうの、すごいなと思ったんですよね。まあ、初体験ですね。やっぱりこれは本当に。まあ、収益会社チャンネルではね、1万回とか行ったことありますけど、まあ、自分のチャンネルでは初めてだったので、これはちょっとびっくりしましたね。本当に。これも新たな企画で、まあ、適当にね、適当というか思いつきでやっただけなんですけど、多分思いつきで多分これも2時間とかで、 作ったんですよ2時間ぐらいかな2時間ぐらいちょっと作ってうわーって作ってこうねやってみたんですけどじゃはねこれがもう1万回ぐらいって、まあ、これも2ヶ月かかりましたけどね2ヶ月かかってじわじわ伸びていったんですけどすごいなーみたいな、まあ、さらにですねこの久保さんプロデュースをやってこの気になる男ですね気になる男のまあ新展開ということで昨日かな昨日もいきなり昨日かおと,おとといぐらいにその ちょっと思いついて、またこれもね、久保さんに相談させていただいて、なんかね、いい方法ないですかねっていう話を相談してもらって、あなんかね、あこれいいんじゃないこの時間帯いいんじゃないっていう形で、こうですね、まあ、気になる男、朝6時ライブということでね、気になる男の、まあ、なんていうんですかね、こういうのは、えー、っと、スピンオフみたいな感じになっていくんですかね。まあ、当たり企画を、ね、当たり企画があれば、それをどんどんパート2、パート3作っていきましょうっていうお話あったと思うんでね。 このね、えー、新展開でね、気になろうと、この朝6時と、気になろうと、この朝6時とね、まあ、ライブが単純にしたかっただけなんですけど、それをね、久保さんが6時までかな、5時半から6時やってるんでね、その後を受けるという感じでね、5時半から6時やってたんで、5時半から6時、あ、ちょっとおかしいですね、まあ、6時やって、その6時のね、バトンタッチするみたいな感じですね、オンラインと日本の第1部、第2部、まあ、よくね、ラジオだと、その一部、その、 番組の切り替えの後にねいつもクロストークとかやってる番組もあるんですけどね次はなんとかさんですよっていうねいう感じの、まあ、ちょっとしたね、えー、関わりがあると確かに番組の切り替え時間帯に対してねあ次は何々さんっていうのは少しラジオではよくあるパターンなんですねこれって次はなんとかさんの番組なんで楽しみにくださいって言われてねバトンを受け取って自分が番組をするっていうねまあいわゆるこれは リレーライブ、まあ、リレーライブっていう言い方が正しいかどうかわかんないですけど、まあ、そうやってねなんかこうつながりを持ちながら新しいことをやっていくっていうことをもう昨日から始めたんで今日もね今からやろうと思ってるんですけど、まあ、準備が全然進んでないですけどねとにかくって、えー、やっていくっていうね、まあ、やり始めたらねこう転がり始めたらやっぱりうまくいくんでそれもやっぱりこの自分の使ってない脳みそにやっぱスイッチを入れる入ってきた いろいろ企画を立ち上げることにあこれがいいんじゃないあれがいいんじゃないとかいっていろいろ考えたことを実現させていくって非常にいいのかなと特に YouTube だとお金かかんないし失敗も失敗の概念がないですからね非常にやっぱいいのかなと思っていて、うんまあ、これも全ては稼ぎ続けるスイッチを入れるっていうところなんじゃないかなと思っていて、うん、やっていくことによってなんかいろいろこう脳がね活性化されるっていうか本当に まあね、日々ね、7000回決断してるんだよってね、補足動画の方で言っていただいてたんですよね。7000回このね、えー、7000回こう選択をしてますみたいなね、お話も補足動画の方でしていただいてですね、選択かな選択。選択、うん、みたいなね、まあ、こんなね、お話もしていただいてて。 本当ね、やっぱ稼ぎ続けることでね、稼ぎ続ける脳にするためにもいろいろこうやっていくっていうところでね、やっぱりここはね、すべてはチャンネル解説から始まってるんじゃないかなと思うんですね。これも結局自分もそうですからね、すべてはチャンネル解説から始まってるとまあ、いうことでね。 自分もね、そこから結局始まったんですよ。これ2年前ぐらいですけど、2年前から自分でいろいろやってみてっていうところでね、ほんとやってみなきゃね、これ何もわかんないっていうところ、当にてに、やってみて初めて知るんですよね。うん初体験がいっぱいあるんで、本当にね、これはちょっと面白いなと思っていてね、せっかくね、えー、この動画見ていただいてるんならね、こうやって脱初心者になることによって、やっぱりいろいろね、変わってくると思うんで、 まあ出す初心者この、ちょうどね、この動画を見てる方が初心者じゃなかったら、ちょっとね、全然マッチしないんですけど、もしね、ちょうどこれを見た、このタイミングでね、見たときに YouTube、えー、自分、脱初心者だな、でもやってみたいな、みたいなね、いう方がいればね、ぜひお声かけいただければね、本当に面白いことになるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい。そしてね、まあ、すごくお安い。 求めやすいねお値段にもしてるんでね、まあ、やってみるとちょっと楽しいんじゃないかなと思うんですよね自分も少し、えー、どうなんこの方がね入ったらどうなるんだろうっていうね今見てる方が、うん、こうやってやっぱ気になる男シリーズはかなりちゃんとした言ってるちゃんとねことを多分聞いてる方は真面目な人なんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、ここまで聞いてる方はですねそれにやってちゃんと結果はね出るんじゃないかなと思ってるんですよね。 はい、ということでちょっとね最後ここから最後のお話になっていくんですけど、まあ、先日久保さんがね海外の和菓子の販売の従業員をと募集してるそしてね、まあ、決まって先日そしてその後ですかねその後、 一人従業員の募集、従業員が決まりましたよみたいな話があったと思うんですけど、まあ、その方と少し自分はご縁があって、ちょっと先にお問い合わせさせていただいたんですけど、まあ、今お仕事をね一緒にさせていただいてるって形になってるんですね。で、昨日かな、本当に昨日 YouTube ね、運用、YouTube のことについてちょっといろいろお話したときにね、進捗状況をちょっと お知らせつってね、こう打ち合わせみたいな感じでちょっと聞かせていただいたんですけど、ちょっと、ね、チャンネル見せていただいたんですよ。さあね、すごいですね、やっぱり海外向け、本当にね、<laughs> 綺麗なね、本当に YouTube を作っていただいててん、これショートで作ってるんですけどね、本当に綺麗なんですよね。こうやってね、テロップ、テロップっていうか、ニューウィンター・ス e ィート・イン・ジャパンつってね、この、海外向けにね、えっと まあ和菓子というか、お菓子みたいなね、紹介するような形にしてるし、ここで、アイスクリームジャパン、アイスクリームジャパンっつってね、アイスクリームジャパンっていうね、あと、ここはね、アイコレクトランド、デリシャス・スイート・イン・ジャパンみたいな、デリシャス・スイート・イン・ジャパンっていうね、感じでこう、タイトルをつけて、これやっぱ5000回ぐらい回ってるんですよ。 うん、すごくアクセスがやっぱり来てて、海外のアクセスがすごい来てるんですよで、これ聞いたんですね。本当に海外のアクセスはやっぱ来てますかっとあ、来てます、来てます、みたいなね。なんか、インドからも来てますよ、みたいな。インドどうなのかな、みたいな。インド向けじゃないんですけど、みたいな。でも、インドの方もね、来てるっていうインドはちょっと、これは、あの、 ギャグでね、イン・ニ・ドの人もなんかちょっといましたよって感じなんですけど、ちゃんとね、え海外からのアクセスが来てるよっていうことで、YouTube 運用としては、スタートしたとしては、すごいうまく切れてるんじゃないかなと思ってて、やっぱりいいですよね、やっぱこうやってねうん、海外向けにこう、和菓子を販売するっていう形で、ビジネスプランとしてやっているんで、非常に YouTube 運用としてね、これから進んでいくことによって、 たくさんのね、海外の方のアクセスが見込めるんじゃないかなっていう期待ができてて、すごいいいなと思ってて、結局その YouTube って1アクセスからこのグローバル展開までいけるっていうね、いや、本当にこれ、すご、すごいなと思って、<laughs> 自分もね、ちょっとだけね、アドバイスさせていただいてるだけなんですけどね、ただ、それがね、やっぱこう、グローバルな展開になっていくっていうね、これはやっぱりちょっと、 なんかワクワクしますよね本当にまあ自分だけはワクワクしてるかもしれないですけどただ話してる感じだと話してる双方はワクワクしてますそう <laughs> どうなるのかどうなるどうねまあそれをうまくいかせるために頑張ってはいるんですけどやっぱこの日常のね日常だとこのグローバル展開なんて絶対ありえないですからね、まあ、そういうことを考えていくとやっぱ YouTube ってちょっとすごいなあとねこれは本当に すごいと書かせてもらうんですけどね。すごいなと思ったりもするんですけどね。かやって、やる意味があるとか、やらない意味とか考えるよりも、ちょっとやったやったらいいんじゃないかなっていう感じに <laughs> 思う次第なんですけどね。はい。ということでね、気になる男124話ですね。気になる男124話、こんな感じでね、えー、今回も終わろうかなと思います。はい。ということで、えー、YouTuber が稼ぎ続ける能力いただけたというね、 タイトルでまあ脳にねスイッチを入れること新しい企画をねどんどん立てて、えー、作っていくことによってねいろんなね展開が起きてくるしいろんな話ができてくるしそれに対してねこういろんな化学反応が起きてくるしみたいなねいうお話が本当にねなんかこうやってて脳がどんどん活性化すると思うんですねあこれどうだろうあれどうだろうみたいなねそうやって全てはね YouTube 解説することから始まる始まりますんでねまあ本当にやったことない 脱初心者っていうことはね、えー、お問い合わせしていただけると何か新しいきっかけできるんじゃないでしょうか。はい、ということで気になる男へ第124はこんな感じで終わろうと思います。では久保さん、第125はですね、えー、またあーお話よろしくお願いします。楽しみにしてます。それでは。